オス猫は大体左利きだって知ってる？そうなの？イルカはたまに溺れるって知ってる？そうなの？東急リバブルは知ってるって言ってます。家を売るとき売却査定が無料なんですね。知るわけないでしょ。東急リバブル。君たち、オス猫は大体左利きだって知ってる？そうなの？イルカはたまに溺れるって知ってる？そうなの？ねえ、他にはないの？ん？東急リバブルは。あ、どうした？知ってるって言ってます。え？リバブルは家を売るとき売却査定が無料なんですね。知るわけないでしょ。よく聞いて。言ってないでしょ。ほら。東急リバブル。家の理解は人生の一大事。失敗したくないにゃ。だよね。家の売却、不動産大手だったらどこも差がないと思ってませんか？あるんですよ。リバブルの売却査定は有料？無料？なんで知ってるの？ナイスナイス。東急リバブルは家の理解で頼りになるって言ってます。イルカが、はい、不動産大手の中でお客様からの悪い評価もホームページに載せてるのは？なんで知ってるの？あなた、東急リバブルは悪い評価もホームページに載せてるの。へえ、サービス向上に本気だね。家を売るとき不動産大手だったらどこも差がないと思ってない？あるんですよ。家を買うのは一生に一度だから絶対失敗したくないよね。リバブルで買おうね。うん。東急リバブルは東急沿線にしかないと思ってない？全国に190店舗以上あるよ。本当？不動産業界ってなんとなく怖いと思ってません？リバブルは楽しくて働きやすいですよ。不動産業界に興味がない学生さんもリバブルのインターンシップに行けば変わりますよ。学生さん、リバブルなら不動産の企画開発も海外事業もいろんな仕事ができますよ。東急リバブルは家の仲介だけだと思ってません？企業のビルディングもやってるんです。総務部の皆さん、リバブルは企業不動産の取引にも強いってみーちゃんが言ってます。本当？ブルちゃんを見つけ出そう。ブルちゃんがいなくなったので探してほしいと相談を受けました。どこにいるのかこのさっちゃんにお任せください。足跡を発見、追ってみよう。この部屋かな。あれ、川口春奈さんだ。撮影しているね。ちょっと話を聞いてみよう。撮影はいかがでしたか？今回は保健室の先生ということで、すごい演出も面白くてあっという間に撮影過ぎたんですが、きっと面白いコマーシャルになってると思うので私も楽しみです。楽しかったです。ところでブルちゃんどこに行ったか知りませんか？あっち行ったけど。あ、いた。待って、またもや足跡を発見。今度は水族館だ。イルカかわいい。あれ、なんか言ってる。あ、また撮影している。イルカはたまに溺れるって知ってる？みんなにちょっと話を聞いてみよう。いや、イルカすっごい可愛かったんだよ。え、イルカに会ったの？うん。え、水族館に行ってイルカに会ったの。いいな。リバブル家族の、ワンシーンとして撮影現場がなんかこの僕たちの、リバブル一家の思い出になっていってるんで、今回もすごく充実したロケでした。はい、すごく楽しかったです。ところでブルちゃんどこに行ったか知ってる？ここにいるよ。ブルちゃん、撮影が見たかったんだね。さっちゃんさすがだね。ブルちゃんが揃ったところで